動画を見るときは部屋を明るくして離れてみてね。勝ったも同然だね。というわけで、輝く未来を君と見たいから、ウマ娘プリティダービーやっていきましょうということでですね、前回とですね、ステータスが違います。このスキルも違いますね。なんでかというと、実はですね、この、有馬記念を、やる前、やるにちょっと時間を置きすぎたせいで、アップデートがちょっと何回かあったんですよ。で、その時に、アップデートの対応してない、ストーリー進めてる中で、育成進めてる中で、そのアップデートに対応してない、バージョンだったため、強制的に育成を終了させられたという。ちょっとアップデート前なので、一回育成やめてもらってもいいですかっていう公式からのね、公式からのお達しの上、前回まで育てていた、待ち金福来たるはいなくなりました。というわけで、かなり飛ばして、有馬記念、直前の、待ち金福来たるまで戻しました。いやー、とはいえ、まあちょっと変わってるわけで、アートスキップするかね。まあでもこれが有馬記念直前でよかったわ。当日出走のところでよかったわ。あれが、育成とかのストーリーの途中だったら、ちょっとめちゃくちゃになってたね。で、スキルを取っていこうと思います。で、現在持っているスキルがですね、なんだっけ、これね、ひらめきライディング、勝利のこと、オグリと、マヤのトップガン、あれの、スキルですね。そんで、コンセントレーションを取っております。というのもですね、前回まで、樫本代理のお出かけをやっていたんですけども、やり直したところでですね、樫本代理から、誰だっけ、タズナさんに代わりまして、タズナさんのですね、お出かけの、スキルとなっております。で、差し切り体制、差しですね、を持っておりますね。有馬記念なので、もう、あとあれか、青春か。どうしよっかな。青春、入れとった方がいいかな。青春で行ってみましょうか。でも俺はアップデートには勝てなかったね。というわけでやっていきましょう。有馬記念ですね。はい、ここからですね、やっていきましょう。大歓声が鳴り響く、中山レース場での大一番、有馬記念の開催日がやってきた。幸運だけでは来ることができないであろう舞台に立った待ち金福来たるは、ちょっと怪しいな。これまでのすべてを出し切って走ると宣言する。そして全力の走りを見せることで、みんなに幸せを届ける福娘になるのだと、気合を込めて有馬記念へと挑む。そういや、今年、もう、年変わってるんですけども、今年の、福男っていうのはまだ決まってなかったんだっけ？やったのかな？注目の一番人気、
ここで結果見るのはダメだろう。というわけでやっていきましょう。スピード A、スタミナ C ということでですね、画面、この横画面のやつって前回映したっけ。まあいいや、せっかくの有馬記念なんですけですからね、横画面で行ってみましょう。いいですね、縦画面、やっぱり縦画面より横画面だな。さあ、白沖様は力を貸してくれるのか。 G1 です、有馬記念、ぐにゃっとね。中山芝2500。年末の中山で争われる夢のグランプリ有馬記念、あなたの夢、私の夢は叶うのか。人気と実力を兼ね備えた成田ブライアン、今日は3番人気です。この評価は少し不満か。2番人気はこの子、シンボリルドルフ。さあ、今日の主役はこの馬娘を置いて他にいない、2番馬娘、町金福来たる、1番人気です。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタート、各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは11番16番、メジロマックイーン、期待通りの結果を出せるか。1番人気マチカネフク来た、第4コーナーを進んで直線へ向かう。11番快調に飛ばしていきます。先頭集団を見ていきましょう。さあ、花に立ったのは11番、このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手は成田ブライアン、差がなくメジロマックイーン、外を回ります。7番、まずは1周目正面スタンド前に上がっていく。そしてその外を回って16番、この辺りまでで先頭集団を形成しています。依然として11番、続いて7番、さらに成田ブライアン、後からメジロマックイーン、16番、続いている町金福来た、ここにいます。3馬身離れて3番、少し離れてエイジングフラッシュ、第1コーナー回って第2コーナー、先頭は依然11番、2馬身リード、続きました成田ブライアン。7番、並びかけてきた、1馬身離れてメジロマックイーン、すぐに続いて16番、2馬身離れて町金福来た、内を回って3番、その後4番、外から外から全部ロブロ、その内並んでエイジングフラッシュ、それを見るように9番、その内並んでシンボリルドルフ、少し離れて10番、その後ナイスネイチャー、後方2番手に6番、最後方スペシャルウィーク、意気揚々と先頭行きます。11番、どうでしょうこの展開、かかってしまっているかもしれません、息を入れるタイミングがあればいいですが。2コーナー回って向こう上面、残り 1000m を通過。現在1番手は11番、成田ブライアン、続いている、その後ろから7番、そしてその後ろから行くのはメジロマックイーン、それを見るように町金福来た、内には16番、1馬身離れて3番、1馬身差4番、その後ろからエイシングフラッシュ、ゼンドロブロ、並んでくる内からシンボリルドルフ、外を通りまして9番、その内並んでスペシャルウィーク、まもなく第4コーナーカーブ、馬娘たちがどう動くか目が離せません。町金福来た、ここで抜け出した、さあ、よく直線だ、どの手に馬が走っているのか。さあ、先週コーナーを曲がって最後の直線を抜け入った、食い下がるメジロマックイーン、間違いなくこの子でした。マチカネフク来たる2大グランプリを制覇、実力ナンバーワンを見事に証明してみせました。2着はメジロマックイーン、3着に入ったのは成田ブライアン。はい、見事1位を制しましたね。だ、青春魂、あれか、あの青春スキル、一応普通のレースでも使えるんですね。はい、スキルもね、うまい具合に使って、ただ自分のスキル使わなかったですね。あ、しまった、ライブ見りゃよかったかな。遠くまで鳴り響く大歓声を背に、町金福来たるは有馬記念を制した。運だけに頼って走っていた彼女はもういない。達成感で意識が飛びそうになりながらも、彼女は勝利者インタビューへと向かう。町金福来たるはそこで、願えば誰にでも幸せは訪れるのだと語り、そしてこれからも自分の走る姿をファンに届けて、みんなを幸せにしてみせると高らかに宣言するのだった。
ああ、いいですね。成長がうかがえますね。白浮様が出なかった分、すごく成長してるっていう。柏本理事のゲージがもうゼロに戻っちゃったな。育成目標達成いたしました。さあここからですね、柏本、代理のために一丸となった リトルココンたちはついに目標タイムを打ち破ってみせる。そして青春杯5戦目チームファーストとの、決戦の日がやってきた。チームファーストに圧倒されつつも全力で挑み勝ちたいと思う待機シャトルたち。レースの開始が間近に迫り、晴れの日ランナーズファイトオーと気合を入れるのだった。さあ青春杯5戦目開始ですね。現在の成績なんですけども、青春杯、1敗だけしてるんですよね。上位ランカーをとりあえず片っ端、ずっとやってって、惨敗は1回だけですね。それがどうここに響くのか、ちょっと見ものですね。もうスキルもないし。さあ来ましたよ、チームファーストとの対決。9位ですからね、9位から1位って。あ、もうこれ無理かな。苦戦を強いられそうですか。可能性はゼロではないど、ないそうですよ。対戦しますか。ここでキャンセルしたら面白いよね。だってもう中距離罰だもん。やるしかないよね。メインレースだけ見ていきましょうか。さあやってまいりました、青春杯決勝。ああ待機シャトルがもう完全にあれだな。なんもなしだな。やべえやべえ。さあ泣いても笑ってもこれが最後、青春杯やっていきましょうか。東京芝1600、大手足を超え4コーナーへ、まだ1馬身以上の差があると、ここから捉えることができるのか、勝負は最後の直線に持ち込む。
いやあれあれブロックされてたろ完全に。だってこいつ前いたもんね。と言ってもさ、カードがちょっと弱かったかなっていう感じ。おっ、ギリギリですね。なんとか勝ちましたね。え、横画面になったんだけど、一体何が始まるっていうの。新曲あったんだ。青春杯の用の曲があったんだね。いやー、まあね、勝負が終われば、あのレースが終わればみんな友達、それでいいじゃんそういうことじゃないか。まあいいや青春杯最終戦を、勝利で終え、みんなで勝てた喜びをかみしめるメンバー。敗北した樫本代理にリトルココンたちが今朝、目標タイムを超えることができたと、凛々しく報告する。そして大好きな樫本代理に、凝り固まった信念を打ち破ってほしくて限界に挑戦していたことを明かす。その思いが届いたのか、樫本代理は管理主義体制を撤廃、理事長代理を降りて一からやり直す決意をする。今後は学園のトレーナーとして働くことが決まる。リトルココンたちは彼女の元へと駆けつけるのだった。スピードが7上がるほど駆けつけてったんだね。あ、スタミナもパワーも上がってますね。それほどもう駆けつけてったんですね。はい。いやー、
これですね。はい。4戦目で敗北してたんで、4戦目からちょっと、レベルが、CPU のレベルが上がったのかなと思ったんですけども、まあ、決勝、ギリギリでしょうね。勝てましたね。さあ、とうとう、幕開けが近づいてまいりました。URA ファイナルズ?あ、やるんだ、URA ファイナルは。ツインクルシリーズにて、華々しい成績を残したスターウマ娘たちが最強の座を争う夢の舞台。本日は、栄えある出走、者を発表いたします。まずは、ねえねえ、トレンド見た?URA ファイナルズの出走者で、ほぼ独占。いよいよ開催だって感じだよね。ねえねえ、あんたは誰に注目してんの?ふふ、せっかくだし、せーのでよ。せーの、待ちかね。おー、来た、待ちかね服来たね。はい。ちょっとタンホイザーって言いそうになった。マチカネフキタルはここまでの華々しい功績を認められ、スターウマ娘たちの集う最強決定戦、URA ファイナルズへの参加が認められた。マチカネフキタルと共に予選を勝ち抜き、優勝を目指そう。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。スタミナが上がって根性も上がりましたね。ああ、そうなんだ。URA ファイナルズはちゃんとやるんだ。タイミングは22分か。じゃあ、ちょっと特訓をしてから行きましょうかね。C、C、C。いいですね、C。どうしよう。もうアウハル魂は関係ないよね。あ、でも特訓のあれで効果が出るか。根性、根性、ど根性。泣いて笑って喧嘩して、憎いよこのっつってね。根性上げとこう。トレーニングお疲れ様でした。マチカネフキタルさん、調子はいかがですか？絶好調ですよっつって、トレーナーさんも怪我のないように、どうぞしっかりといたわってあげてくださいね。スピードが4上がった、やったぜっつってね。ゲージは最大だ、ただねぎらってきただけっつって。どの占いを見てもいいことしか書いていない。負ける気がしません。というわけで、負ける気がしないマチカネフキタルで、今回は終了となります。次回はですね、URA ファイナルズ予選、からやっていきましょう。というわけで、今回はこの辺で終了したいと思います。それではまた次回、バイバイ、チャンネル登録をよろしくお願いいたしますと。